はい、始まりました。柳に風です。チャンネル登録お願いします。阪神ファンの皆さん、リーグ優勝おめでとうございます。そしていよいよクライマックスステージファイナル開幕です。下柳の柳に風、先発投手は村上くん対栗。栗くんはファーストステージの1戦目で投げたんかな、1戦目のリリーフで出て、ちょっともうクライマックスシリーズの雰囲気は味わってるし、1回投げて、まあ、イニングまたぎして途中で変わったりしてるけど、まあ、気合の入ったピッチングを見せていました。で、まあ、調整はどうなのかっていうことよりも、カープで一番試合数投げたかな、先発で。それでやっぱ気持ちの入ったピッチングしてたんで、第1戦またロースコアの展開になるとは思うけど、村上君がしっかりとしたピッチングをするやろうから、やっぱポイントは先取点やね。岡田さんが、うん、近本が1回裏で出たら勝つやろって言ってたから、近本君のプレッシャーはすごいことになると思うけど、それぐらいのプレッシャー跳ね返す実力はあるからね、うん、十分やってくれると思いますね。僕勝つね、阪神勝つと思う人。はーい、下柳さんはこう広島と横浜こうどっちが上がってくる。いや本当にもう、あの広島市民でやったらそれはもう広島やろなっていう雰囲気が、もうあの球場全体の雰囲気がもう本当にもう真っ赤っかやったし、なかなかやりづらいところもあって、横浜がねちょっと動いてほしいっていうところでなかなか動かなかったりっていうところがあって、まあ、残念な結果になったけど、今までのシーズンをずっと見てもらったらこう分かるように、今年カープ2回ぐらいこうわってこう近づいてきそうになったところを勢いづいてきたなっていうところを全部タイガース上からボンって叩いてるから、まあ、カープが今勢いづいてやってくるって言っても、村上君が普通のピッチング、今まで通りのピッチングをしてくれれば多分大丈夫だとは思うんだけど、村上君、伊藤、大竹、これはね甲子園球場でこの3人で6試合投げてるのね。6勝0敗、全部勝ってるのよ。で防御率が2人、村上大竹っていうのが甲子園で防御率が1点台、で大竹君に関しては 0.4 何もやったかな。本当に甲子園でカープに今全く打たれてないし、全部勝ってるので、なんとかファイナルステージにはいけると思うんだけど、ここの一番カープのキーになるところが、今野間くんが調子がいいから、2番野間が調子がいいので、2番野間を出して3、4、5につながれないように、2番っていうのは超マークやし、それで阪神も一緒なんやけど、8番の木浪が調子よくてピッチャーを送って1、2番っていうところで点取ったり、そこでつないで3、4番で点取ったりしてるんだけど、それと同じことをされないように広島の7、8、9をしっかり抑えるっていうことと、2番っていうのがポイントになってくると思うから、そこでやっぱ無駄なフォアボールを出さない。まあこの3人はフォアボール出さんやろうけどね。前回優勝する前のカープ3連戦の時にこの3人投げてるんだよね。村上、大竹、伊藤って投げて3試合でフォアボールゼロ、完璧なピッチングしたから、まあ相性的にも悪くないし、甲子園の雰囲気って言ったらそらすごいやろな、阪神ファンはドワーって盛り上がって楽しみやね。どんな空気で野球するんやろね。まあ
3日で決めたいやろうけど、3日目がどうも雨臭いんだよな。でもまあとりあえず第一戦村上くんが頑張って、あとはやっぱり近本くんの活躍と木浪くんの活躍で、佐藤くんがフェニックスリーグでホームランも打ってるし、大山くんも打ってるし、そんなに調子は悪くないと思うから、まあロースコアにはなるやろうけど、なんとか勝ってくれるんじゃないでしょうか。あと栗くんの多分強気でどんどん内側ついてくると思うから、ツーシームガンガン来ると思うから、そこを狙うのか、そこを捨てて外行くのか、しっかりとした狙い弾を絞って頑張っていってほしいって。それでね、秋口って浜風がないのよ。浜風がないというか逆に吹くのね、秋口になったら。だから普通の晴れた日、多分センターからライト方向に風吹くから、そうなると調子が上がってくる佐藤君にとってはホームラン風になるから、佐藤君っていうのはこのクライマックスシリーズのファイナルではすごいポイントになってくると俺は思ってるんだけど、で、あの子の性格的に大事な試合でもこう物怖じしないというか、本当に普通にやれる子やから期待していいと思う。森下君も CS で、あ、CSのフェニックスリーグで調子上げてきてるし、一時もどん底やったけど調子上げてきてるし、4番大山君はもう相変わらず仕事してるし、佐藤君調子良くなってくる。あとはノイジーだな、ノイジーにミエセスだな。ミエちゃん主役になろうや、ミエちゃん、ミエちゃん主役になろう。で日本一のねビールかけの時はミエちゃん主役やでって言われてくれ、ミエちゃん頼むわ。岡田さんに主役ちゃうよって言われんようにしてくれ、頼むわ。あとはポイントは岩崎くんやね。ちょっと優勝決まった試合もそうやけど、その後からあんまり調子良くなくて結構失点してるんで、でも岩崎君ってこう疲れてくるとあんまり良くないところがあるんで、もう十分に休み取れて疲れも抜けたやろうから、本当に普通のピッチングしてくれたら何もなくタイガースがファイナルステージは突破すると思いますので、皆さん期待して応援しましょう。甲子園に行けない人はテレビ放送ありますからじっくりご覧ください。俺は見ないけどね。嘘よ、見るよちゃんと。いっぱいいっぱい引っ掛けながら飲みながら見ますわ。最終戦ラジオ解説があって、うん、こう悪さが出たと、海がね、はい、だからエラーもしたし、はい、で岩崎くんが打たれて負けて、あの試合で良かったと思うんだな。反省すべき点が出てきて、それを潰してファイナルステージ迎えるの でやっぱり2枚、床田君と森下君を2枚使ってるっていうのはやっぱりカープにとってはしんどいし、タイガースにとってはアドバンテージになるから、栗来て多分次大瀬良来るんかな。それでまたそうやって開けたら床田が中4になるのかな、床田君が中4でまたそこで来るかもしれんけど、その前の2つ取ってしまえばもう本当に有利に進めるから楽しみですね。日本シリーズ、日本シリーズはやっぱり大阪兵庫ダービーになるのかな。なんとかそれ頑張ってほしいね。佐々木選手は疲れて調子悪くなる、どう崩れる感じですか。いや、 やっぱり粘り、ホームに粘りがなくなって見やすくなる、タイミング取りやすくなるのかな。でも彼の特徴っていうのはやっぱりリリースポイントの遅さ、遠くで離せるっていうのは、ちょっとでも後ろ下がるとやっぱり150、160投げるピッチャーじゃないから、そこの間合いで勝負するピッチャーやから、疲れてくるとやっぱり少し打たれたりするけど、もう十分疲れも取れたやろうし、極力出ないような展開になるのがいいんだけどね、大差で。でもまあ日本シリーズのことも考えると、しっかり使って成績実績を積んで、でそこで優勝、日本一
カーネル・サンダースもしっかり救助されたことやし、カーネル・サンダースの呪いももう解けたやろ。大丈夫、今甲子園のケンタッキーの前にちゃんとカーネル・サンダースの等身大のパネルが置いてあるから、皆さんそれをちゃんと球場行く人は拝んで行くようにしてください。本当に阪神の不安要素は今のところないね。本当阪神は今まで通りしっかり守りの野球で、早い回に先取点を取って先行逃げ切りっていう、あのリリーフ陣の充実度から言うとやっぱりタイガースやから、もう中盤後半になったらもう勝ちきる野球するから、そこで早い回に1点2点ということを取れると本当に楽な展開になると思うんで、佐藤君の一発も期待しの、近本君、中野君が塁走りまくりの、ピッチャー抑えのっていうのでね、がっつり勝っていきましょう。フェニックスリーグで中日とやった時って、ちょっと負けちゃったと思うんですけど、あれってこう調整みたいな感じなんですか？調整やし、ああいう時ってちょっと1軍半ぐらいの選手が全部来てるやん、はい、でちょっとね、なんとかしたろってなるんやっぱり。向こう1軍のピッチャー投げてくるし、バッターにはタイトルホルダーとかまで出てくるわけや、はい、じゃあね、ちょっと頑張っちゃうんよ相手チームが。ちょっと気合がね異常に入ってくるから、こっちはこうあんまりそう調整のつもりでいってるから、そこの気持ちの差がちょっと違うんで、まあそういう結果になったりはするけど、今度来た時はもう本当にどっちも投手持ってガッていくから楽しみ。序盤3回やね、序盤3回まで村上君がピュッていったら、1点でも2点でも取れたらもうタイガースの勝ちやろうね、うん、やっぱり3回4回5回までにリードできれば勝ちやと思うからね、なんとか勝とうよ。日本シリーズな行きたいな、日本シリーズな。38年ぶり大体な。その時にカーネル・サンダースなんか道頓堀に投げるからあかんねん、ほんまほんまバースに似てるって言ったら投げるから呪いで、38年も優勝で誰や投げたん、ほんま優勝しても飛び込まないようにね、皆さんね。まあ3回まで点取るっていうのもなかなか難しいやろうし、やっぱりいつものパターンで木浪出る、ピッチャーを送る、近本打つ、点数入る、中野つなぐ3、4番っていうのが理想で、ここで1イニングで2、3点取れたら最高の野球やけどな。でもさ、CS 何があるかわからんや。ソフトバンク3点取って絶対勝ったわと思うとったら、あそこでスリーラン出るで、さよならする、あそこ一塁ランナーフェンスにも当たってないのによう帰ってきたよ、岡君。あの走塁は見事。ああいうところはじゃんじゃん見習って走塁をしっかりやってほしいな。だから CS は怖いよ、本当。何があるかわからん。ホームチームの有利さっていうのがなんかもろに出たセパの試合やったよな。ということで、阪神ファンの皆さん、全力で応援してください。日本シリーズ行きましょう。短期決戦のアドバイスというのは普段と違うことになるんですか？タイガースは今まで通り、これまで通りの野球をしていけば、先発大体3連敗したっていうのが2回か3回しかないから、とりあえずセカンドステージは突破して日本シリーズに行く。だから普段通り、あとまあやるってなったら、万が一先発がちょっとヨタヨタってした時の2番手ピッチャーの投入は早くなると思う。でもリリーフピッチャーの充実度からどんどん使ってもいけるから、これでタイガースはどっちにしろ有利やから。でカープも本当にバカバカって打って勝ったわけじゃなくて、足絡めてスクイーズしたり、まあ、チャンスでベテラン出してそれをたまたま当たったりで、最後のサヨナラも、あの1戦目のサヨナラも
もうちょっと横浜の動き次第ではもっと苦労するはずやったけど、あそこでピッチャーも変えなかったし、右対左で無理に勝負する必要もなかったかなと思うんだけど、そういうところでうまくそれの采配をカバーしてっていうかね、でもまあ執念持ってやってくるやろうから、ドンと構えて、まあ、挑戦受けますよというぐらいの感覚で俺はいいと思う。で実際そうやって今年カープが来たところ全部叩いてきてるから、その優勝決まった前のカープ戦なんか見事だよ、あの3連勝なんて。あれなんか別に一勝すればもういいやって感じやったのが3つとも綺麗にぶったたいたから、その3人がまだそのまんまローテで出てくるわけやから、勝つしかないっしょ、ほんまに。うん、いやいや勝つよ、うん、ほらほよってなっとると思う。岡田さん見てたらごめんなさい。こないださ、名古屋球場で解説行った時さ、ベンチにあったパイン飴窃盗してしもうた。あ、違う、窃盗してない、ちゃんともらうよって言った。球団の人にパイン飴もらうよって言った。岡田監督用のパイン飴2個食った。すいません、パイン飴美味しいよね。ちなみに数字的予想、4勝2敗、4勝2敗で阪神、4勝1敗かな、4勝1敗で阪神、4勝2敗、4勝1敗で阪神、その1敗は誰がすんねんっていう話なんやけどな。ということはこの3人のうち誰かが負けなきゃいけないってことやろ、4勝1敗にするには。4勝0敗でもこの3人なかなかな、ほんといいピッチャー。でもまあその一発勝負じゃないけど、そこやから何があるかわからん、突発的なラッキーボーイを絶対に作らないこと、相手に、相手に。だから野間が今絶好調だから、でそこをキュッて潰しとかんと、ラッキーボーイを作っちゃダメなんよ。だからそういう選手が出てこないようにしっかりとしたピッチングをしていく。まあ村上君なら大丈夫だと思うけどね。ラッキーボーイを作らんようにしっかりと頑張っていってほしいというところですね。4勝1敗。ドキドキしますね。ドキドキするな、ほんま。あとね、注意しないかんのがね、多分ブルペンあったかくしてるんだよな。で、プッて出ていっても今夜寒いやん。寒いですね。あん時にブルペンから出てきて、あ、寒キュッてなったらダメやから、ブルペンももう寒くしといた方がいいと思う。当たるとこだけパッてこうあったかくして、ブルペン自体はあったかくしてたら、外出た時に寒ってなったら筋肉が一瞬にギュッてこわばっちゃうから、普段通りこう出ていってすぐ伸びやかにっていうのはちょっと厳しくなるから、そこを注意せなあかんな。だから相手のベンチをもうめちゃめちゃあったかくしとったらいいね、相手のブルペン。もう汗出るぐらいあったかくしといて、出てきたら寒ってなるぐらい。ホームチームやから。いや、時計ですね。うん。何でもできんねん、ホームチームやから。まあそこまで寒くはないから、暖房も入れんやろな。昔さ、真夏にさ、西武球場ってさ、あそこってこう傘さしてるだけやから、エアコン効かんから、夏暑くて冬寒いね、めっちゃめちゃで、夏暑い時にさ、ロッカー行ったらさ、でっかいエアコンがあるのよ、奥に。もう今変わったんかもしれんけど、もうでっかいエアコンがあって、もうすっごい暑がりのブルペンキャッチャーがおって、そのエアコン全開に、18度で全開にしてて、ロッカー入って汗かいてロッカー行ったら寒いね。でそういうことのないようにね、ブルペンの温度は大事にしましょう。風邪ひくかと思うと冷気がうわーって飛んで、お前これペンギン出てくんぞお前寒すぎてって言うとったんやけど、まあ、そういうアホな話はある。でもあの環境を整えるっていうのは大事やから、コンディショニングで、うん、うっ寒ってならんようにね、十分気をつけましょう。